ボートレース下関の海峡ドリームナイターボートレースチケットショップ山口アジスオープン6周年記念優勝戦の開始。さあピット離れ遅れた地元5号艇小林和樹、逆に動いて回り込みを見せるか。大外は嫌ってという動きにも見えますが、作戦待機行動です。1コースはさすがに地元1号艇大賀ひろゆき、そして2コースも定番通り2号艇飯山康史。大賀人気を集めて相手としては飯山注目。あとは5号艇小林和樹がさあへさきを垂直見せるのか、あるいは大外となるのかまだ分かりませんが、3号艇の鈴谷一平は引きまして、3コースのスローに5号艇小林和樹、4コース角3号艇鈴谷一平、デビュー来初優勝にして初 V を目指します。同じく初優勝かかっているのは地元4号艇津田広栄5コースで、大外6コース6号艇天崎直也。優勝戦は3対3第12レースインコースから1番2番5番3番4番6番スタートしていきました。1コース1号艇大賀きっちり好スタートを決めております。さあ1号艇の大賀です。1号艇の大賀が逃げる、まくりにく5号艇小林和樹、さして2号艇飯山康、さらに6号艇浜崎の差し、後続3番4番ですが陰線1号艇大賀逃げています。2番手は5号艇小林一歩優勢も6号艇浜崎接近、外に2号艇飯山、あとは4番3番追いかけてスタートは前提正常でした。1号艇大賀が逃げて2番手は5号艇小林が外、3番手争いを打ちすくったか2号艇飯山浮上、1、5、2、1番、5番、2番、僅差の4番手に6号艇浜崎、レースは2周目、今度は2号艇飯山がかなり2番手5号艇に小林に定冠詰めていきます。2周1マーク、2号艇の飯山が内から潜り込むか、5号艇の小林が包んでかわしに行く、懐は6号艇浜崎が差し上がりますが、2番手はかろうじて5号艇小林優勢、また3番手6号艇の浜崎が2号艇飯山を捕まえます。3番手争いは接戦、内6号艇浜崎、外は2号艇飯山、後続完全に離れて4番3番、3番手争い2号艇飯山握り込む、内からは6号艇浜崎ですが、さあ内外大きく広がりながらの3番手争い、2番手は5号艇小林が 2,3 停止リードを取って最終周回です。3番手はうち6号艇浜崎がわずかにリードを取っていますが、すぐ外に2号艇飯山、僅差の4番手、1号6か1号2か優勝戦最終1マーク、2号艇飯山外を襲いますが、6号艇浜崎の方が内から3番手完全に振り切って1号6に変わっております。2連単1号 11.8 倍、3連単1号6 48.3 倍を示しております。1号艇大賀にとっては先月の浜名湖に続く通算実に81回目の優勝ということになります。2番手は5号艇小林和樹で、3番手6号艇浜崎直也、1号6第12レース優勝戦はまもなくゴール、1着は1番大賀博之優勝のゴール、2着5番小林和樹ゴールイン、3着6番浜崎直也ゴールイン、あとは2番4番3番の順でゴールイン。第12レース。